ブランデンブルク門クアドリガト、女神、ビクトリア・ブランデンブルク門は、ドイツ・ベルリンのシンボルとされている門である。正面部は、パリ広場の西側に面しており、ミッテクに属している。高さは26メートル、幅は65.5メートル、奥行きは11メートルの、左岸でできた、古典主義様式の門である。 ベルリン税関壁。星型要塞の周りに建設された計画的な新市街をも取り囲むよう設置されたベルリンはかつて星型要塞に囲まれた城郭都市だったが、市街地の要塞外への拡大と要塞の軍事的価値の減少に伴い、1734年にプロイセン王フリードリヒビルヘルム一世は要塞の廃止を命じた。その代わりに、 市街地全体を大きく取り囲むように、ベルリン税関壁が設けられた。ベルリンから各地に向かう街道と壁が交差する、ところには14カ所の関税門が設けられ、ベルリンを出入りする物資に関税を課していた。ブランデンブルク門も関税門の一つであった。関税門の名前は、ハンブルク門、シレジア門、ポツダム門、アンハルト門など、 街道の先にある都市や、地方の名前から取られており、ブランデンブルク門の場合は、方園・ツレルン家がベルリンに遷都するまで、ブランデンブルク辺境百国の首都だった、ブランデンブルクに通ずる道を訳する役割を、担っていたことから名付けられた。1868年からの税関壁の取り壊しと、共に、門も多くが姿を消していく中、ブランデンブルク門は残された。 現在、城壁や都の城の門は、跡形もなくなったが、ベルリンには、トアという地名はそこかしこに残されており、門の外側に作られたかつての鉄道ターミナル駅の名前にも反映している。ブランデンブルク門から東に向かうと、ウンターデンリンデンを経て王宮へとつながっており、プロイセン王族が、ベルリン市外に出て、 ポツダムやティーアガルテンに向かう時には必ずこの門を通過する、ベルリンの正門といっても過言ではない位置づけだった。ブランデンブルク門は、フリードリヒビルヘルム2世の命により建築家、カールゴットハルト、ラングハンスによって古代ギリシャ風に設計され、1788年から3年間の建設工事を経て1791年8月6日に、竣工している。 これといった、竣工式も行われないまま門は開通、強要に付されたという。門は、アテネのアクロポリスの入り口にあったプロピュラヤの門を、模しており、当時通り屋式園中だけが残っていたプロピュラヤの、創建時の姿を想像してそのままベルリンに再現、舌を乗せている。建築史的にはそれは、ベルリン新古典主義の幕開けを告げる傑作となった。 さらに、門の上には、彫刻家、ヨハン・ゴット・フリート・シャドウが制作した四頭立ての馬車に、乗った、勝利の女神、ビクトリアの像が乗せられた。ナポレオンとブランデンブルク門元は平和の勝利を、記念する、平和門としての位置づけであったが、完成直後に、ナポレオン・ボナパルトによりベルリンは征服され、ブランデンブルク門は、ナポレオンのパレードの舞台と化し、 ビクトリア像はフランスへ戦利品として持ち去られた。その後のナポレオン戦争により、プロイ戦軍がパリを占領すると、ビクトリア像はサイドベルリンに持ち帰られ門の上に戻された。門は戦勝と凱旋のシンボルとなり、門のあるカレ広場はパリ広場に改名され、ビクトリアの持つ杖には勝利を記念して鉄十字紋章が取り付けられた。門の前は、 列強の大使館やホテルアドロンなどの壮麗な建築群が並ぶベルリンの中心地の一つとなった。ベルリンの壁建設前のブランデンブルク門、ブランデンブルク門はベルリン市街戦で損傷し廃墟となった。第二次世界大戦後は東ベルリンと西ベルリンとの境界線が門のすぐ西側に引かれ、門は東ベルリン側になった。 門は1957年に東ベルリンにより修復されたものの、ビクトリアの持つ杖の先は社会主義国らしくなるよう平和の象徴であるオリーブの枝に変えられた。それでも門を通っての東西ベルリンの往来は活発だったものの、1961年8月13日に東ドイツが国民流出を防ぐために西ベルリンとの境界線を封鎖し、後に ベルリンの壁と呼ばれる壁を建設すると、門の前を壁が通る形となったため、門は東ベルリン生誕の行き止まりとなり通行できなくなった。門の前にあった廃墟はすべて撤去されて何一つ建物のない無人地帯となった。1989年にベルリンの壁が崩壊し、再び門の元を通行できるようになった。 ビクトリアの持つ杖の先は再び鉄十字に戻り、門は2000年12月から巨額の資金をかけて清掃と改修工事が行われた。周囲では1990年代から2000年代にかけてホテルや大使館などの再建が進み、門はベルリンを代表する観光地となっている。また、ドイツ東西の分離と統合のシンボルとして、 ドイツのユーロ効果の裏面に掘られている。ブランデンブルク州の州とポツダム、メクレンブルクイコールフォアポンメルニ州の小都市、アルテントレプトにも、それぞれ同盟のブランデンブルク門が存在する。ポツダムのブランデンブルク門は7年戦争の戦勝記念碑として1771年に落成した。一方、アルテントレプトのブランデンブルク門は15世紀頃に建てられ、 当時の城西都市の一部であった。ありがとうございます。